皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルの竹見です。今回は柴田真希さん著、枝明先生監修の知識ゼロからのスーパーフード入門を解説していきたいと思います。さて皆さんは、世の中にはスーパーフードという非常に栄養価の高い食べ物が存在しているということを知っていたでしょうか。当たり前のことを言いますが、食べ物によって含まれている栄養素というのは全然違うんです。同じ食べ物であっても栄養価がスカスカの食べ物もあれば、栄養価がぎっしりと詰まった素晴らしい食べ物も世の中にはあるということなんです。食事の第一の目的は体に適切な栄養素を送り込むことですから、やはりしっかりと栄養価の高い食べ物を選ぶということが非常に重要なんです。そこで皆さんにぜひ活用していただきたいのが、本書で紹介されているスーパーフードの知識であります。世の中には世界各地で長年にわたり、古くから健康や不老長寿に効くと信じられてきた食べ物があるんです。そして実際に近年、これらの食べ物は他の食べ物に比べて栄養価が突出して高く、健康や美容に効果が期待できることが分かり、注目を集めているんです。科学的にも認められた歴史ある食べ物、それがまさにスーパーフードであります。スーパーフードとは他の食材に比べて著しく栄養価が高い食べ物であります。一般的な食品とサプリメントの中間のような存在で、料理の食材としての用途と健康食品としての要素を合わせ持っております。このため少量で効率よく栄養素を摂ることができます。食品でありながら成分が凝縮されたサプリメントのような働きもあるんです。そして古くから食べられてきており、安全性も信頼できるというのも素晴らしい点です。食べることでみるみる健康になれる食のパワーが詰まったスーパーフードは、栄養を補給できると同時に気持ちまで明るくポジティブにしてくれます。そして嬉しいことに、スーパーフードは別に特段値段が高かったりするわけではありませんし、今では身近なところでも買えるようになりました。ぜひ本書を通して、私たちの身近にはどんなスーパーフードがあるのかということを知り、そのスーパーフードは私たちにどんな栄養素をもたらしてくれるのか、健康効果をもたらしてくれるのかを知り、身近にあふれるスーパーフードをあなたの毎日の食生活に取り入れることによって、今よりも明るく健康になっていこうではありませんか。しかもスーパーフードは工夫次第で簡単に毎日の食生活に取り入れることができます。例えばスーパーフードの中にはパウダータイプのものもありますので、スープやドリンクなどに加えて飲むと非常に簡単にスーパーフードを摂取することができるんです。またキヌアや大麦のような穀物タイプもあります。こういったものもご飯に混ぜて主食と一緒に摂ったりすることで簡単に摂取することができます。またオイルタイプのスーパーフードもありますから、これも日々の料理に使っていただくとか、食べ物にかけていただくことによって簡単に取り入れることができるんです。それではこのスーパーフードの知識を押さえてもらった上で、いよいよどんなスーパーフードを日常生活に取り入れるべきなのかを解説していきたいと思います。本日のお品書きは次の通りです。一元で細胞の老化を防ぎ、永遠の若さをもたらすスーパーフード5選について、二元で病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフード5選について解説していきたいと思います。それでは早速、一元の細胞の老化を防ぎ永遠の若さをもたらすスーパーフード5選から解説をスタートしていきましょう。さてまずはね、いつまでも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたいという私たちの願いを叶えてくれるスーパーフードたちをガンガン紹介していきたいと思います。スーパーフードには若く健康になれる効果がありますが、その秘密は抗酸化成分にあります。スーパーフードに含まれる栄養素は実に様々なんですが、多くのものに共通するのは抗酸化物質です。例えば
ビタミン C、ビタミン E、ファイトケミカル、ポリフェノールなどがあります。こういった抗酸化物質は老化や病気から体を守ってくれる働きがあるんです。美肌やアンチエイジングのためには肌の細胞を酸化のダメージから防ぐことが必要です。酸化のダメージから私たちを守ってくれるのがこの抗酸化物質なんです。だから抗酸化効果のあるビタミンや抗酸化物質を豊富に含むスーパーフードを食べることによって若々しく健康な体を保つことにつながるわけです。もちろんね、スーパーフードに含まれている素晴らしい成分は抗酸化物質だけではありません。他にも私たちを若々しく健康に保ってくれる素晴らしい成分が豊富に含まれております。いつまでも若々しくいるための秘訣はこういったスーパーフードを日常生活の中に散りばめていくことだと言えるでしょう。それではここから具体的に紹介したい細胞の老化を防ぎ永遠の若さをもたらすスーパーフードは次の5つであります。1、アサイー、2、ドラゴンフルーツ、3、クランベリー、4、カムカム、5、ナッツ類。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきましょう。また単にスーパーフードを紹介するだけじゃなくてスーパーフードのどの成分が体にいいのかといった他の食べ物にも応用できる知識なども解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速一つ目から参りましょう。まずは一つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードアサイーから解説をスタートしていきます。さてこのアサイーに関してはスーパーフードの代表とも言われている有名なものですから知っている人も多いのではないでしょうか。アサイーは15世紀の大航海時代から南米アマゾン川流域の先住民に食べられてきました。木になる直径1センチほどの黒っぽい実を食べます。この実の深い紫色の色素がアサイーに豊富に含まれているポリフェノールであります。南米に降り注ぐ強い太陽の光から実を守るために抗酸化物質のポリフェノールをたっぷりと蓄えて自らの実を守っているというわけなんです。このポリフェノールはアントシアニンと呼ばれ抗酸化作用が強いため肌の細胞を若く保ち美肌につながります。さらにアサイーには女性に不足しがちな鉄も豊富に含まれているため血液を濃く健康に保つため新陳代謝を活性化させてくれるというのも嬉しい点です。また抗酸化作用が強いビタミン E も含まれております。アサイーは甘みや酸味はほとんどなくてあっさりとした味わいです。癖のない味ですのでヨーグルトなどと混ぜて食べたり凍らせてアイスとして召し上がっても良いでしょう。その他定番のアサイーボールやスムージーなどに入れると鮮やかな色になり見た目的にも楽しいのでおすすめであります。アサイーはピューレまたはパウダーとしてよく売られております。ブラジルの農務省ではピューレの濃さを規格化しており最高規格はグロッソと呼ばれます。できれば濃度の高いものを選ぶようにしましょう。パッケージにグロッソと書かれているものをチョイスすることができれば非常に素晴らしいと思います。私もねアサイーは結構食べているんですが個人的にアサイーを食べるときに気をつけていることがあります。それは甘いものをチョイスしないということ。例えばスーパーなどで売られているアサイーのピューレを凍らせたものには結構ね甘いものが多くあるんですよ。アサイーは本来甘みがほとんどありませんから甘いということは砂糖がたっぷり添加されているということでございます。いくらね健康に良いアサイーを食べたとしても同時に砂糖をたっぷりと摂取してしまえばせっかくの健康効果が台無しになってしまいますから、ぜひ甘いアサイーのピューレや甘すぎるアサイーのジュースについては注意していただければと思います。とはいえ砂糖の添加されていない甘くないアサイーは美味しいかと言われるとちょっと微妙だなと思ってしまう人もいるでしょう。
そんな人はアサイーはパウダーとしても売られておりますので、そっちの方が食べるのが楽だよという人はそれをチョイスするのもありだと思います。パウダーならば砂糖が添加されているケースはほとんどないと思います。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで、一つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードアサイーについての解説を終わりにして次に行きましょうか。それでは次、二つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードドラゴンフルーツについて解説していきたいと思います。さて、お次はスーパーフードの中でも比較的知名度が高まってきているドラゴンフルーツを紹介したいと思います。ドラゴンフルーツは別名ピタヤとも呼ばれておりますので、そっちの名前ならば知っているよという人もいらっしゃるかもしれません。ドラゴンフルーツは低カロリーでミネラルが豊富でアンチエイジングに効果的です。またドラゴンフルーツには葉酸が含まれており、この葉酸は肌の生まれ変わりを助けてくれます。食事から取ったタンパク質やアミノ酸が肌の細胞に届き、新しい細胞に生まれ変わるのを助けてくれるため、美肌を保つことにつながるんです。このドラゴンフルーツはメキシコや東南アジアで採れるサボテンの仲間で、その見た目から竜の鱗に例えられます。お味はさっぱりとしたキウイフルーツのような味わいですから、そのまま召し上がっていただければ良いでしょう。またはカットしてサラダやシリアルにのせるほか、ゼリーやジャムにしても美味しいかと思います。ちなみに個人的にはね、このドラゴンフルーツめちゃめちゃおすすめであります。なんといってもね、味がめっちゃ美味しいです。フルーツの中でも個人的にはトップレベルに美味しいと思うので、冷蔵庫に入れておけば自然と食べるのを習慣化できると思います。しかも食べるのも超簡単で、包丁で半分に切って、あとはスプーンでほじくって食べるだけ。非常に簡単であります。簡単な上に栄養価が非常に高くて、さらに美味しいわけですから、ドラゴンフルーツはアンチエイジングの強い味方と言えるでしょう。ドラゴンフルーツは小さいスーパーなどには売っていないかもしれません。ですので大型のフルーツコーナーに行くか、通販で手に入れるのが現実的だと思います。ぜひ皆さんにはね、これをなんとか手に入れていただき、一度食べてみてほしいです。個人的にはかなり美味しいです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで、2つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードドラゴンフルーツについての解説を終わりにして次に行きましょうか。それでは次、3つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードクランベリーについて解説していきたいと思います。さて、お次は治療薬として先住民に使われていたクランベリーであります。クランベリーはツツジ科ツルコケモモ属の植物で、直径1センチ程度の赤い実をつけます。爽やかな酸味とほんのりした渋みが特徴的で、お菓子やパンによく使われます。またいろんな料理にアレンジして使えるのも魅力的であります。このクランベリーには抗酸化作用のあるカロテノイドが豊富に含まれております。中でもベータカロテンが多く含まれ、皮膚の細胞を活性酸素の害から守り、美肌を保つのに役立ちます。また目の網膜のダメージを修復する働きのあるアントシアニン、ルテイン、ゼアキサンチンなども含まれておりますので、何かと目が疲れている現代人の目の健康維持にも役立ちますから、おすすめであります。クランベリーの食べ方としては、普通に生で召し上がっていただくのがおすすめです。冷凍のものはフレッシュに近いので、そのまま食べるのがおすすめです。ゼリーなど冷たいデザートにアレンジしても OK です。このクランベリーもとても美味しいので、ぜひ一度手に入れて食べてみてください。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで、3つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードクランベリーについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次、4つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードカムカムについて解説していきたいと思います。さて、お次はカムカムというスーパーフードをご紹介したいです。今回紹介している5つのスーパーフードの中でも、このカムカムが一番知名度が低いと思うので、なんだよその名前はと、聞いたことないよという人もいるでしょう。カムカムはアマゾン川流域の水辺に生えている植物で、白い可憐な花を咲かせた後、小さな赤褐色の実をつけます。アマゾンの森で作られる栄養分が
川辺のカムカムの木に吸収され凝縮され栄養分が豊富なフルーツが生まれるんです。このカムカムの特徴は何と言ってもビタミン C が豊富であるということ。カムカムは果物の中でビタミン C の含有量ナンバーワンと言われ美肌に効果抜群のフルーツなんです。生のカムカムの果肉に含まれる天然のビタミン C はレモンのなんと60倍と言われ、現在確認されているフルーツの中では最も多いとされています。ビタミン C といえばレモンというイメージを皆さん持っていると思いますが、なんとその60倍、すさまじい量です。ビタミン C は皮膚の細胞の酸化を防ぐ抗酸化作用があります。またコラーゲンの生成を助ける働きもあるので肌に弾力としなやかさを与えてくれます。さらにメラニン色素の生成を抑え美白効果も期待できます。またカムカムにはビタミン C に加えてポリフェノールが豊富であるというのも嬉しいポイントであります。ポリフェノールが豊富なものと言われると赤ワインを思い浮かべる人も多いかと思いますが、カムカムにはなんと赤ワインの7倍のポリフェノールが含まれていると言われ、抗酸化作用の非常に高いフルーツなんです。まさに美肌とアンチエイジングのために欠かせないスーパーフードと言えるでしょう。このカムカムはパウダーやジュースとしてよく売られておりますので、こういったものを摂取してもいいですし、酸味があるのでレモンやお酢の代わりに料理に使っていただいても良いでしょう。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで4つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードカムカムについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次5つ目の永遠の若さをもたらすスーパーフードナッツ類について解説していきます。さて最近有名になってきたナッツも古代から大切に食べられてきた素晴らしい健康食品になります。ナッツ類は全般的に良質な脂質とビタミン E が豊富です。良質な脂質とビタミン E が肌にハリと潤いを与えてくれます。ナッツ類にはオレイン酸やアルファリノレン酸などの良質な脂質が豊富に含まれております。良質な脂質をしっかりと摂取することもアンチエイジングにはとても重要なポイントです。そしてビタミン E には強い抗酸化作用があります。肌細胞の酸化を防ぎ美しい肌を保つことにつながります。ビタミン E という抗酸化作用の高い栄養素が豊富に含まれているナッツを摂取することによって活性酸素に対抗することができるんです。老化を防止するためには老化の大きな原因の一つである活性酸素にしっかりと対処することが必要です。そのためには活性酸素ができるのを防ぎ、さらに活性酸素を取り除いたりする効果のある抗酸化物質をしっかりと摂取することが重要になってくるんです。そしてビタミン E に加えてもう一つ抗酸化力の強い成分といえばポリフェノールであります。ポリフェノールで有名なのは赤ワインやブルーベリーに含まれるアントシアニン、緑茶のカテキン、大豆のイソフラボンなどがあります。そして実はナッツ類にもポリフェノールが豊富に含まれていて活性酸素に対抗していくことができるんです。またナッツは死亡率を下げてくれる、さらには全身をめぐる血管を健康にしてくれるという圧倒的な健康効果もあります。また老化したくないと思うのならば血管を若々しく保つことが極めて重要ですので、全身をめぐる血管を健康にしてくれるというナッツの健康効果は若くいるためにはとても重要なんです。他にもナッツには脳のアンチエイジングに効果的な栄養素もたくさん含まれていて強力な抗炎症作用があり、様々な病気を引き起こす炎症を減らしてくれるという効果まであるんです。というわけで皆さんにはぜひナッツ類を食べていただきたいんですが、ナッツ類の摂り方のポイントは油、食塩不使用の素焼きのものをチョイスするということであります。そしてナッツの皮にはポリフェノールが含まれているため、できるのならば皮付きのものがおすすめであります。またね、
いくら健康にいいと言っても食べ過ぎは NG ですので、適量を毎日食べるようにすると良いでしょう。さて、いかがでしたでしょうか皆様。ここまでで細胞の老化を防ぎ永遠の若さをもたらすスーパーフードをね、5つほど一緒に見てきたわけであります。ぜひいろいろ食べてみて、うわこれ美味しいなと、続けられそうだなと気に入ったものを一つでもいいので日常生活に取り入れていただけると嬉しいです。食後のデザートとして食べるのもよし、ちょっと小腹が空いた時に間食として食べるのもよしです。ぜひこれまで食べていた不健康なおやつなどをこういった美味しいスーパーフードに置き換えてみてはいかがでしょうか。健康に悪い食べ物をやめられる上にしっかりと栄養も補給でき、一石二鳥だと思います。それではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元では細胞の老化を防ぎ永遠の若さをもたらすスーパーフードを5つ紹介しました。1つ目はアサイーでした。2つ目はドラゴンフルーツでした。3つ目はクランベリーでした。4つ目はカムカムでした。5つ目はナッツ類でした。それでは次2件で病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフード5選について解説していきたいと思います。さてここからは病気にならない強靭な肉体を作るのに役立ってくれるスーパーフードを5つほど皆さんにご紹介していきたいと思います。食べ物が健康な肉体を作るというのはもはや皆さんご存知でしょう。そして食べ物の中でも今回ご紹介したい5つの食べ物は特に健康効果が高いものばかりであります。ぜひ気に入ったものを1つでもいいので取り入れて、コツコツとあなたの健康に投資していこうではありませんか。それではここから具体的に紹介したい素晴らしき食べ物は次の5つであります。病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフード5選。1、ブロッコリースーパースプラウト。2、スピルリナ。3、ブラックシード、ヘンプシード。4、スーパーフードオイル。5、ケール。ではそれぞれ具体的に1つずつ取り上げて解説していきたいと思います。それではまず1つ目の病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフード、ブロッコリースーパースプラウトについて解説していきたいと思います。さてこのブロッコリースーパースプラウトは近年注目が集まっているスーパーフードになります。ブロッコリースーパースプラウトはアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の予防医学の研究者によって開発された野菜になります。そもそもブロッコリースーパースプラウトの前にブロッコリーは野菜の王様とも呼ばれているくらい非常に栄養価が高くて有名な優秀すぎる食材だと注目されていたんです。ブロッコリーは栄養価が高いと言われている野菜の中でもトップレベルに栄養価が高くて、ビタミンやミネラルが豊富に含まれていて、食物繊維や抗酸化物質も豊富に含まれております。またこのブロッコリーにはスルフォラファンという独特の成分が含まれていて、これが近年注目されている成分なんです。ブロッコリーに含まれるスルフォラファンはピリッとした辛みを持ち、解毒力や抗酸化力を高める作用があることが報告されております。その他にもスルフォラファンは炎症抑制作用や AGE という僕らを老化させる悪い物質の濃度を下げてくれるということが分かっています。実際にブロッコリースプラウトを摂取することで血中の AGE 濃度を低減させる効果が期待できるということが研究によって確かめられているんです。 AGE という私たちを老化させる悪い物質の濃度を下げてくれるわけですから、老化防止効果も期待できるというわけです。さていかがでしょうか。スルフォラファンすごいですよね。研究者もこのスルフォラファンすごいぞということでスルフォラファンの研究が進められたんです。そしてブロッコリーの中でも品種によってスルフォラファンの濃度が異なることが分かり、そして特に高濃度で含まれる品種が発見され、さらに発芽から3日目の新しい芽には最も多くスルフォラファンが含まれることが判明しました。これが
ブロッコリースーパースプラウトであります。まあ簡単に言っちゃえばブロッコリースーパースプラウトはブロッコリーの赤ちゃんみたいなものです。ブロッコリーはそもそも栄養満点である。そしてさらにその赤ちゃんにはもっとたくさんスルフォラファンが含まれているということです。なんとスルフォラファンの濃度は成熟した通常のブロッコリーの20倍と言われています。というわけでぜひ皆さんにもブロッコリースーパースプラウトを食べていただきたいと思います。癖のないシャキシャキとした食感で様々な料理に合いますから、食べ方としてはサンドイッチに挟んで召し上がったり、納豆の薬味として使ったり、サラダの上にちょこんと乗せて食べれば爽やかな風味でよく合います。そしてできればスルフォラファンを活性化させる酵素が熱に弱いという特徴を持っておりますので、生で食べるのが一番効果的とされています。もちろんね、生ではちょっと食べられませんという人は加熱していただいても効果がゼロになるわけではありませんので安心してください。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで一つ目の見た目も可愛いブロッコリースーパースプラウトについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次二つ目の病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフードスピルリナについて解説していきたいと思います。さてお次はスピルリナです。実はこのスピルリナは地球上で最も栄養価の高い食品の一つとされていて、私たちの健康全般に素晴らしい影響をもたらしてくれると言われているんです。スピルリナとは 0.3 から 0.5 ミリメートルの螺旋の形をした青緑色の藻類です。アフリカの塩水湖などに生息し、アルカリ性の塩水の中で育つスピルリナは強い日差しをいっぱいに浴びて光合成を行い、細胞が必要とする様々な栄養素を作り出します。スピルリナは50種類以上の健康栄養バランスを持つスーパーフードの王様と呼ばれているほど栄養価が高くて有名で、 NASA で宇宙食としても研究開発が進められているほどだそうです。具体的に言うとスピルリナには全ての必須アミノ酸とオメガ3脂肪酸、ビタミン B 群や鉄分などが含まれております。またスピルリナは植物には類を見ないほど良質なタンパク質が豊富に含まれております。なんとスピルリナパウダーの重量の 55% から 70% をタンパク質が占めております。そしてアミノ酸のバランスが非常にいいと言われています。またタンパク質の代謝に必要なマグネシウムや鉄、カルシウムなどのミネラルも含まれ、効率よく筋肉や肌を修復するのを助けてくれます。スピルリナに含まれるタンパク質やミネラルが髪や皮膚の酸性を助けてくれます。またこのスピルリナは特にお肌に良いとされております。お肌にコラーゲンが必要であるというのは皆さんも知っているでしょう。そしてスピルリナにはコラーゲンを作る材料となるアミノ酸が豊富に含まれておりますから、お肌にとても良いと言われているわけなんです。スピルリナにはグリシンやプロリンなど肌をしっかりと保ち、体のコラーゲン生成をサポートする多くの重要なアミノ酸がたっぷりと含まれているんです。またコラーゲンの材料であるアミノ酸以外にもスピルリナには肌の健康を促進してくれる様々な物質が含まれております。スピルリナは青緑色をしているんですが、それはスピルリナにフィコシアリンという抗酸化物質が豊富に含まれているからであります。このフィコシアリンは細胞の抗酸化作用を活性化するのを助け、フリーラジカルの除去をすることに役立ってくれるということが研究によって明らかになっているんです。またスピルリナにはフィコシアニン以外にもたくさんの抗酸化物質が含まれていて、これらの抗酸化物質は老化を防いでくれ、さらには炎症を軽減してくれるのに役立つと分かっているんです。さていかがでしょうか。このようにスピルリナには目を見張るほどの様々な健康効果が期待できます。スピルリナはよく粉末や錠剤の形で売られております。粉末ならばお湯に溶かしてそのまま飲んでいただくのが一般的でしょう。またはお米と一緒に炊いたり、パンケーキに混ぜたりと幅広く料理に活用することもできます。またチャーハンやお好み焼きに入れるのもおすすめです。色も風味も青のりのように使えますから、スムージーやカレー、納豆などにも合うでしょう。
ぜひね、スピルリナのパウダーが使えそうな料理には積極的にどんどん活用していただければと思います。まあね、それがめんどくさいよという方はサプリみたいな形で錠剤を摂取していただいても良いと思います。スピルリナは水の緑黄色野菜と言われているほどですから、見た目が錠剤だとサプリみたいに見えるかもしれませんが、天然の食品ですから安心して召し上がっていただけると思います。 Amazon や楽天などで検索するとすぐ出てきますから、興味のある方は召し上がってみてはいかがでしょうか。さて、いかがでしょう。それではここまでで2つ目のスピルリナについての解説を終わりにして次に行きます。それでは次、3つ目の病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフード、ブラックシード、ヘンプシードについて解説していきたいと思います。それではまずブラックシードからいきましょう。ブラックシードはハーブの種子であり、ブラッククミンシードとも呼ばれ、インドではカレーのスパイスとして使われてきました。紀元前から食品や医療品として重宝され、万病に効くと言われている食べ物です。ブラックシードは死以外のすべての病気の治癒に関わるというエジプトや中東での言い伝えがあるほどだそうです。植物に含まれる化学物質のことをファイトケミカルと言います。そしてブラックシードにはこのファイトケミカルの一種であるチモキノンが含まれていて、これには抗菌、抗炎症作用やアレルギーを抑えてくれる働きもあります。さらに認知症を予防する効果があるという研究もあります。ブラックシードに含まれているファイトケミカルが私たちの体に働きかけて病気になりにくい体にしてくれるというわけです。そしてブラックシードの食べ方としては、スパイスとして料理に幅広く使っていただくのが一般的になります。あるいはスパイシーな風味をきんぴらなどの和え物のアクセントにしても良いでしょう。さて、お次はヘンプシードについて解説していきましょうか。ヘンプシードとは日本でも雑穀の一つとして古くから食べられている麻の実のことです。ヘンプシードにはタンパク質が豊富に含まれていて、植物性タンパク質には珍しく必須アミノ酸が全て含まれているため、効率よく栄養補給をすることができます。また消化吸収されやすいですから、筋肉や髪を強くする効果も期待できます。また必須脂肪酸で不足しがちなアルファリノレン酸も含まれているため、病気予防にもつながります。その味わいはナッツに似た香ばしさと豊富に含まれる脂質のまろやかさが特徴になります。ですのでごまやナッツの代わりに料理に使っていただくことができるでしょう。きんぴらなどの和え物に入れても風味が増して美味しいと思います。他にはご飯に混ぜておにぎりにしていただいてもよろしいかと思います。あるいはヘンプシードを絞ったヘンプシードオイルを活用していただくのもありです。ヘンプシードオイルによって不足しがちなアルファリノレン酸を効率よく補給することができますのでおすすめです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで3つ目のブラックシード、ヘンプシードについての解説を終わりにして次に行きましょうか。それでは次、4つ目の病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフード、スーパーフードオイルについて解説していきたいと思います。さて、これを聞いている皆さんならば、油が健康にとって非常に重要であるというのはもはや常識になっていることでしょう。そして油には体に良いものと悪いものがあります。本書では体に良い油はまさにスーパーフードのようなものであるとして、健康に悪い油を健康に良い油に置き換えることが推奨されております。中でも本書でおすすめされているオイルはエゴマ油、アマニ油であります。これらには血管を強くするオメガ3系脂肪酸であるアルファリノレン酸が豊富に含まれております。なんと全体の約6割と植物油の中でトップクラスにオメガ3系脂肪酸が含まれている非常に良質なオイルになります。こういった良いオイルをしっかりと摂ることが健康の鍵と言えるでしょう。ただし
1点注意してほしいのは、オメガ3系のオイルは加熱には向いていないということなんです。ですので加熱するときは別のオイルを使ってほしいと思います。本書で推奨されている加熱 OK なオイルとしてはグレープシードオイルと玄米油です。また加熱に強くアンチエイジングやダイエット効果も期待できるココナッツオイルも非常におすすめであります。普段炒め物などに使っているサラダ油をココナッツオイルに置き換えるだけでも全然違うと思いますので、ぜひこういった健康に良いオイルを取り入れていただければと思います。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで4つ目のスーパーフードオイルについての解説を終わりにして次に行きます。それでは次5つ目の病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフードケールについて解説していきたいと思います。さてラストは私たちの非常に身近にあって馴染みもあるケールについてです。実はケールは緑黄色野菜の王様と呼ばれているほど栄養価が高い野菜になります。ケールは青汁の材料としてよく知られている油中の野菜で、ケールには葉酸のほか様々な栄養素が含まれております。例えばビタミン K が豊富であり、このビタミン K は骨や血管の機能を助けてくれることが分かっています。さらに食物繊維も非常に多く含まれているので腸の健康にも大きく貢献してくれるのも嬉しいポイントです。味は独特の香りと苦味があって少し癖がありますので、人によっては少し苦手だなぁと感じるかもしれません。そんな場合はご自身でフルーツや蜂蜜を加えて飲みやすくした青汁を作ってみるというのも一つの手だと思います。あるいは野菜炒めなどの加熱調理もおすすめであります。ケールならば非常に身近にありとても手に入れやすいと思うので、ぜひケールを積極的に活用してみてほしいと思います。それではこの辺で2限の内容をまとめておきましょうか。2限では病気にならない強靭な肉体を作るスーパーフードを5つご紹介しました。1つ目はブロッコリースーパースプラウトでした。2つ目はスピルリナでした。3つ目はブラックシード、ヘンプシードでありました。4つ目はスーパーフードオイルでした。5つ目はケールでした。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。